今回はダイソーの羊毛を使って赤線インクを作っていきたいと思います。 5.5 センチのボンボンメーカーを使っていきます。長い状態のままの分で適量を取ります。しっかり固く巻きつけていきます。反対もしっかり固く均一に、はい、巻けました。こちらを合わせてカットしていきます。2回巻いてピュッとして、しっかりほどけないようにギュッと縛ります。ボンボンメーカーを外したら、結び目のところにボンドをつけて紐をカットします。形を整えてカットしていきます。目打ちで穴を開けて目パーツを差し込みます。フェルトで目の下の模様をつけます。くちばしを作っていきます。小さい丸を作って鼻もつけていきます。ボンドが乾いたら完成です。ご視聴ありがとうございました。